ました。はい、せーの、朝までダラスロー、イエイ、よし、見事なエビ反りを見せたところで、はい、あ、全然エビ反ってねえなこれ。はい、はい、ニコ7チャンネルをご覧の皆様、こんばんは。こんばんは、マリア PSPP です。そしてマスコット森田です。うん、こんばんは。閉店後の店内から朝までダラダラパチスロー実践するトーク番組、トークバラエティー、それが朝までダラスロでございます。イエイ。今回取り扱う機種はデデン大工の源さん、桜満開源ドリームバージョン、はい、とスロット魔法少女マントカマギカとなっております。閉店後の店内、うん、そのままの状況で歌わせていただくといったところで、台選びをどうするのか、ここが超大事になっておりますよと、うん、そんな番組でございます。知ってましたか皆さん、知ってましたか。平均不変の男っているよね。平均不変の男、マリアの足が気になるマスクドさん。ヘイ、あははは、強チェリーですね。初見の方はじめまして、みどりさんではございません。それは見りゃわかるでしょうよ。マスクかぶってる人が全部横山みどりだったらおかしいでしょう。これ勝てんじゃねえの。赤だ赤だ、勝てんじゃねえの。ほら、ヘイヘイヘイ、ゲンさんは必殺技とかないのかね。さあゲーム中かな。青、イエス、あやるじゃん。ちょっと今日のマスクドは一味違うよ。アイムマスクド、いやアイム言うなよ、アイムアイム言われたらさ。はい、これ最低95って言った。最低 95 ですか。95から、じゃあ今上がってるのは当然のこと。そうなんじゃない、95って書いてあったよ。うん、95ですね。あ、マスクドさんや、ミニの久々やって一回一応の方、久しぶり、ありがたい。ってことは、え、93ってなってるけど、今絶対上がるの。絶対上がるんじゃない。がっかりじゃんそんなの。だから多分なんかレア役とか引くと上がってくんじゃない、うん、あと1ゲームね、引くよ。うん、95% でいきますよ。おねおねって言うんだ。あ、3が出た。おねおねお願いって言うよ。おっ、 100が出た。いやー、すげえじゃん、すごい。ワンプッシュ100を出す、これがアイムマスクだ。